今ちょっと錆出てる部分、目立つところだけちょうどいいのが塗装屋さんが持ってきました。トランスフォーム、赤錆を黒錆に変える。擦るように塗ると錆が出てきづらくなるみたいです。こんな感じで赤錆を黒錆に変えて、ちょっとなんか乳飲料っぽい液体なんですが、これを塗ると錆が出てこなくなるみたいです。ウォークスルーの運転席ドアのスライドの中の部分なんですが、こんな感じでちょっと内側もこれ一回なんか修理やってますね。これ内側こんな感じでタイヤのハウスモールからスライドの部分に貫通してます。リアのタイヤも、外したんですが、タイヤハウスの中ボロボロに腐って、こんな感じで上鉄板が張らさってたみたいなんですが、これもどうも全部腐ってる感じですね。これ参りました。あれだけ気合を入れて自分がやりますと言っていたんですが、やっとやる気になったみたいです。サフェーサー塗ってるです。塗ってる。荷台床部分の骨が全部穴開いてひどかったので、横ネタ縦ネタ全部入れ替えしてます。横ネタ今うまいこと作って、これを床下の骨に使います。床下タイヤハウスモール、ここも加工したやつをつけようかなと思います。運転席足元部分、なんとかサビの部分全部きれいに直しました。これから塗装します。ステップも赤サビ取って、ここも穴開いてたんですが、きれいに埋めて加工しました。後ろの横ネタ縦ネタ全部腐ってたんですが、今ちょっと塗装サフェーサーさささと塗ってるんですが、こんな感じで溶接ちょっと見えにくいのでサフェーサー塗って見えるようにしてるんですけど、きれいに穴が開いてたところ、ここも見えるかな、あここすごい穴どれだけ開いてたんですが、これも塗装してこんな感じで
埋めました。こんな感じでサフェ塗った後、ここの横ネタもボロボロだったんですが、全部外して付け替えて、こんな感じでここもこの後ろもこんな感じで穴開いてたんですが、これが表側こんな感じで綺麗に穴埋めやってます。天気は快晴、トヨタさんで車検取ろうと思います。今トヨタに入って車検こんな感じで整備工場いろいろ点検してやってます。フロントガラスもなんかどっかひび入ってたみたいで新品に変わっちゃいました。整備、中の整備だけなので下回り他細かいことはやってないんですが、ダイナモも交換になってこんな感じでトヨタさんで車検入ってます。車検上がってきたのでエンガイガード非常にこれ効くので下回りサフェーサー塗って黒のエンガイガードちょっとこんな感じでボコボコとしてるトリオなんですが塗ってないところ、塗ったところかなり綺麗になってます。こんな感じで全部下回りやっていこうと思います。今回ちょっと完成までいかなかったんですが、また次回もご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。